国内で新たに報告された新型コロナの感染者が11万人を超え、1日当たりの過去最多を更新しました。ANN のまとめでは、昨日新たに確認された感染者は11万622人で、初めて11万人を超えました。また、10万人を超えるのは2日連続です。 福岡や宮城、沖縄など14県で過去最多を更新しています感染力が強いとされる BA5 への置き換わりが全国で進んでいることが要因の一つとみられます東京都の昨日の新たな感染者は1万8919人で5日連続で1万人を超えています